こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年に浸水し、この2020年に収益を迎えることになる海上自衛隊の新戦力が、そう、竜型潜水艦の11番艦にあたる王竜である。すでに2019年には、そう、竜型潜水艦の12番艦にして最終艦となる。東竜も浸水を迎えているが、王竜以降のこの2隻の中身は、それまでとは別物とも評されている。これは、そう、竜型潜水艦の10番艦まではディーゼルエンジン、鉛蓄電池とモーター、スターリングエンジンという3種の推進機関を採用した、通常動力型だったことにある。これが、王竜からリチウムイオン電池を蓄電池に、実用化できたことで、スターリングエンジンを廃止し、ディーゼルエンジンとの2種の、推進機関に集約が可能となったのだ。つまり、鉛電池よりも、高性能なリチウムイオン電池を搭載したことで、水中での動力源の確保のため採用されてきたスターリングエンジンを、廃止するほどの性能を実現したと言える。現在の潜水艦には大きく2つの推進機関があり、王竜をはじめとする通常動力型と、アメリカやロシアなどの各国が運用する原子力推進型が存在している。ことに、世界中の海を作戦行動範囲として活動するアメリカ海軍においては、燃料補給を必要としないことから、長期間にわたる稼働が可能な原子力推進型の潜水艦にが就役している状況だ。この燃料補給が不要で、さらに潜航航行においても待機を必要としない原子力推進型の潜水艦は、兵器としての潜水艦に求められる性能において現時点では最も有効な方式だと言えるだろう。翻って、日本では、原子力推進型の潜水艦を採用することに対し、政治的な課題も横たわっており、通常型潜水艦潜水艦の性能をいかにして向上させるのかという命題に、取り組まざるを得ない。その一つの回答が、今回の王竜で実現させた、リチウムイオン電池の実用化であり、ここ100年にも及んで、通常型潜水艦の推進方式の基本となっていた、鉛蓄電池から脱却することとなった。リチウムイオン電池は開発された当初から、鉛の蓄電池に比べ同じ大きさでも高出力、大容量、充電時間の短さなど、あらゆる面で優れていることはよく知られていたのだ。しかし、小型電子機器で一時期よく報じられた発火しやすいという問題点があり、GSU 朝社を中心とした開発陣がこれを安全に搭載するための技術を確立したことが非常に大きい。反面、このリチウムイオン電池の採用には建造コストの増加というデメリットもあり、王竜の前には513億円だったものが643億円と約 1.25 倍の費用となった側面もある。それでも原子力推進型潜水艦であれば、この王竜の言うに5倍以上の建造コストが必要とも見られており、あながち高額な建造コストとまでは言い切れないだろう。何しろ、
オーストラリアはフランスの原子力推進型を通常型に変更する形で潜水艦導入を進めているが、こちらはついに一隻あたり5000億円を超える費用になるとも報じられている。この案件には日本も参加していたが、完成品を輸出したい日本に対し、国内での建造を優先したいオーストラリア側の意向から、フランス湾に決定したという経緯もあった。オーストラリアの例では、原子力推進型を通常型潜水艦に変更することに加えて、兵装をフランスではなく他と同様にアメリカの仕様に準じることで、コスト増を招いたとも言われている。こうした面から考えれば、本流の643億円という建造費は決して高額とは言えず、また、日本が導入する F-35 ステルス戦闘機が1機約116億ということと比べてもむしろ安価とすら言えそうだ。加えてリチウムイオン電池の採用で飛躍的な向上を果たしたと考えられる連続潜航時間や行動範囲は旧式の潜水艦ですら15年以上前から到達できていた南シナ海へも楽に派遣が可能だろう。そもそも燃料の面ではほとんど無限とも言える活動範囲を誇る原子力潜水艦よりも潜航時の静粛性については通常型潜水艦の方が優れているとも評されている。日本が海中で対峙することになる中国海軍は原子力推進型通常型潜水艦の潜水艦とも保有しているが、静粛性は低く、自衛隊は個別の艦艇単位でその位置を把握していると考えられている。してみると、本流どころか旧式の潜水艦の南シナ海進出すら把握できていなかった中国海軍に対し、本流の存在はまさに脅威と映っていることだろう。何しろ、中国海軍の原子力潜水艦は、尖閣諸島近海の日本の領海に、侵入したものの、海上自衛隊の追尾を受け、やむなく浮上。国旗を掲げて、自らの存在を明かさざるを得ないという事件もあった。すでに、艦船や航空機の数では、劣勢に見舞われている自衛隊、日本にとって、最も頼りになる戦力の一つが、本流だと言っても、過言ではないだろう。急がれるのが護衛艦伊豆。物回収工事と F-35B ステルス戦闘機の導入だろう。回収までには、ある程度の F-35B を使えるようになっていないと意味がない。米軍のワスプ級強襲揚陸艦を佐世保基地に配備されているので、いざとなると共同作戦が行われるだろう。岩国基地に F-35B ステルス戦闘機が16機配備されているので緊張が高まるとすぐにでも作戦は実行可能。F-35A ステルス戦闘機でもステルスを駆使して忍者のように出かけて偵察し帰っても来れる。米国ばかりに期待しても日本独自で防衛力を高める必要性が出てきている。それにイージス艦での防衛も大事な部分だろう。日本にはイージス艦もあるんだ。ミサイル防衛という観点から見ると最も有効だろう。もうすぐ8隻になるイージス艦。遠くから標的を遠くからの防衛を得意としている。やはり
陸海空と連携が大事なことが言える。日々の訓練がいざという時に役に立つのは当然のことだ。今後の防衛配置が変わるのも時間の問題かもしれない。